羽生結弦さん、能登地震復興支援チャリティー演技会で、笑顔と癒しを、トップスケーターたちの熱い思いが詰まった感動の演技を動画で配信。2023年9月15日、石川県の能登半島で行われる、能登半島復興支援チャリティー演技会は、自然災害の被害を受けた地域を支援するための重要なイベントであり、フィギュアスケート界における名だたる選手たちが一堂に会する場として注目されています。 その中でも、五輪連覇を果たした羽生結弦さんの出演が特に大きな関心を集めています。羽生さんの言葉には、被災地への深い思いが込められており、彼自身がこのチャリティーイベントにかける強い意志が感じられます。彼は、少しでも笑顔になれるような、癒されるような時間にと語り、全身全霊で滑る姿を見せたいと述べました。これは彼自身がスケートを通じて感じる喜びや癒しを、 観客や被災者と共有したいという強い願望の表れでもあります。羽生さんだけでなく、世界選手権メダリストの宮原聡子さんや、四大陸選手権で優勝を果たした村隆人さん、さらには鈴木明子さんといったトップスケーターも参加し、演技会を彩ります。前日のリハーサルでは、彼らがオープニングやフィナーレを確認し、本番に向けて準備を整えている姿が報じられました。リハーサルの様子からも、 彼らがこの演技界にかける情熱や真剣さが伝わってきます。これは単なるスケートのイベントではなく、被災地の人々を勇気づけ、復興への一歩を共に歩むための特別な機会なのです。羽生結弦という存在は、スケート界のみならず、社会的にも大きな影響力を持っています。彼の演技を見ることは、技術的な美しさや表現力を堪能するだけでなく、彼の一挙手一投足が観客に感動を与え、 心に響く瞬間を作り出す力があるのです。特に今回のチャリティー演技会では、彼がどのように被災地への思いをリンク上で表現するのか、その一挙手一投足に注目が集まります。また、彼が持つ、尊い気持ちのは、という表現は、非常に象徴的です。彼はこのチャリティー演技会が単なる寄付イベントではなく、人々の心をつなげる場であり、そこから生まれる連帯感や共感が、 被災地への大きなな支援とるこれはスケートという競技を超えた人々の心のつながりを大切にするという羽生さん自身の信念を反映した言葉です彼のスケートを通じて表現されるこの思いが視聴者や参加者にどのように届くのか非常に興味深いところです全力で全身全霊で滑るという羽生さんの決意はこれまでも彼のキャリアを通じて何度も見せてきた姿勢ですが 今回の演技会ではさらにその覚悟が強調されています。スケートという芸術を通じて、どれだけ人々に希望や癒しを届けられるか、彼にとってそれは非常に大きな使命感となっていることがうかがえます。スケートは彼にとって自己表現の手段であると同時に、他者とのコミュニケーションの場でもあります。そして今回のチャリティー演技会では、そのコミュニケーションの側面が特に強調されているのです。 この演技会は NTV を通じて午後3時から配信され、収益の全額が能登自身の復興支援に寄付される予定です。羽生さん自身、配信を通じて多くの方がこのチャリティーに参加してくれることを望んでおり、感謝の気持ちを込めて演技に臨むと語っています。この言葉には、彼がどれほど今回のイベントに対して真剣であるかが如実に表れており、視聴者にとってもその思いがダイレクトに伝わることでしょう。 自然災害の影響は、被災地の人々にとって計り知れないものです。その中で、スポーツや芸術が果たす役割は、物質的な支援だけでなく、精神的な癒しや希望を提供することにあります。羽生さんや他のスケーターたちは、スケートという舞台でこれを実現しようとしています。彼らの演技は、単なるエンターテインメントではなく、被災地の復興を支えるための力強いメッセージとなるのです。 また、今回のチャリティーイベントは、スポーツの力を再認識させる機会でもあります。スポーツは個人の技術や勝利だけを追求するものではなく、社会における連帯や支援、そして人々の心をつなげる重要な役割を果たしているということを、羽生さんたちの活動を通じて私たちは感じることができます。特に日本においては、フィギュアスケートが持つ人気と影響力は非常に大きく、それが社会貢献活動に結びつくことで、 より多くの人々が被災地への関心を高め、支援の輪が広がることが期待されます。フィギュアスケートは、技術的な難易度や表現力が求められる競技であり、それ自体が非常に感動的なものです。しかし、羽生結弦というスケーターは、その枠を超えて、スケートを通じて社会にメッセージを伝えることを目指しています。今回のチャリティー演技会は、まさにその象徴的な例であり、彼の演技を見ることで、 視聴者もまた、尊い気持ちの輪に参加しているのだと感じることができるでしょう。能登半島の復興には長い道のりが必要とされていますが、このようなチャリティーイベントを通じて、被災地に対する支援の声が広がり、少しでも早い復興への道が開かれることを願ってやみません。羽生結弦さんが発信するメッセージには、彼が長年スケートを通じて培ってきた人間性や哲学が反映されています。 今回のチャリティー演技会においても、彼が語った、少しでも笑顔になれるような、癒されるような時間にという言葉には、深い意味が込められています。スケートは単なる競技としてだけではなく、人々に心の安らぎや希望をもたらす手段であり、それを通じて社会に貢献できるという信念が彼の中に根付いています。特に、自然災害の被害を受けた地域に対して、彼のようなスケーターができることは限られているかもしれませんが、 彼はその限られた中で最大限の貢献をしようと努力しています。また、羽生さんの姿勢からは、彼が常に自分の役割を考え、それを全うしようとする責任感が感じられます。オリンピックでの活躍や数々のタイトルを獲得した彼は、単なるアスリートにとどまらず、その影響力を生かして社会に対する責任を果たしていこうとしています。彼のスケートは、技術的な卓越さだけでなく、 人々に勇気や希望を与える力を持っており、それが今回のチャリティー演技会においても強調されています。羽生さんが発信する癒しというテーマは、彼のファンのみならず、広く社会に受け入れられるものであり、特に今回のようなチャリティーイベントではその重要性が際立ちます。被災地の方々にとって、直接的な支援も大切ですが、精神的な支えや癒しも同様に重要です。 彼のスケートはその役割を果たし、観客や視聴者に感動を与え続けています。さらに、このチャリティー演技会は、単なる一回限りのイベントではなく、長期的な支援の一環として位置づけられています。羽生さんをはじめとするトップスケーターたちが被災地を思い、スケートを通じて支援の輪を広げることで、今回のイベントがきっかけとなり、さらなる支援が続いていくことが期待されています。彼らの活動は、 多くの人々にインスピレーションを与え、被災地に対する支援意識を高める重要な役割を果たしています。視聴者としても、このようなチャリティーイベントに参加することは、単にスケートを楽しむだけでなく、被災地への支援の一助となることができます。羽生さんが語ったように、配信を見てくださる皆さんが復興の一助になってくださったことを感謝しながら滑りたいという言葉には、 視聴者と選手が一体となって支援の輪を広げていくという意識が込められています。これは彼がスケートを通じて社会に対してどのような貢献ができるかを常に考えている姿勢の表れであり、視聴者もその一環として参加できるというメッセージを伝えています。チャリティ演技会に参加する他のスケーターたちも、同様に強い思いを抱いています。彼らはスケートを通じて表現することに対して真剣であり、 その情熱が被災地に届くことを願っています特に宮原さと子さんや村隆人さん、鈴木明子さんといった実力派スケーターたちの参加は、このイベントに対する期待をさらに高めています。彼らもまた、羽生さんと同様に、スケートを通じて社会に貢献し、被災地の方々に少しでも癒しを届けることを目指しています。フィギュアスケートという競技は、技術的な高度さだけでなく、 感情やメッセージを込めめた表現が求められます特に今回のようなチャリティーイベントでは、その表現力がさらに重要な要素となります。観客や視聴者が選手たちの演技から何を感じ取るか、その瞬間にどのような感情を抱くかが、このイベントの成功に大きく影響するでしょう。選手たちは、ただ技術を見せるだけでなく、その裏にある思いや願いを伝えるために、全力で滑ります。